笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは株式会社エーデルワインサポートホテルベルンドルフ副支配人営業担当の佐藤雄三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お送りした先ほどの曲は畑基博の僕らをつなぐものでした。これはリクエストいただいたんですが、なんでこの曲選んだんですか？昔から畑基博の曲が好きで、大変思い出の曲です。はい、このタイトルもすごくいいですよね。はい、はい、僕らをつなぐものをリクエストいただきました。さてこのエーデルワインサポートさん、このエーデルワインという言葉でねリスナーの皆さんもイメージが湧くと思いますが、花巻市の大葉様エリア通称エーデルヒルズと呼ばれている一帯、はい、これブドウの丘エーデルヒルズということで、いろいろな施設が集まっていて、産直とか、はいはい、あとミルク工房ボンディアさんとか、はい、いろいろなものがありますよね、はい、でここでホテルとレストランとそしてガラス工房の森の国、はいはい、経営していらっしゃるエーデルワインの子会社になるわけですね、はいはいはい、さあではお話を伺っていきますが、ここで質問です。佐藤さんの趣味教えてください。はい、お祭りが大好きで、はい、大葉様の安土祭りに参加しております。安土祭りの組はどちらでしょうか？川和館組です。はい、もうちっちゃい頃から参加されてるんですか？はい、そうですね。もうじゃあお祭りのメンバーはみんな、まあ、いろんな世代の方いらっしゃるでしょうけど、もういい仲間って感じですよね、はい、そうですね、はい、はい、安土祭りって私もね何度も拝見してますけれど、すっごく素敵なお祭りだなと思うんですが、はい、やっぱり終わった後はじゃあもう宴会のような盛り上がり。そうですね、お祭りのメンバーとお酒を飲むのが楽しみです、はいはい、その時はやっぱりワインですか？まあ、ワインも日本酒もビールも何でも飲みます。佐藤さん強そうですね結構。はい。で実はこの川若組の中で温度上げ担当されてらっしゃるということなんですが、はい、温度上げってねすごく素敵な各組でねされる方いらっしゃるんですけれども、ここでちょっとだけ披露していただけないでしょうか？はい、用意はイエーイ、やれこらのねやれよはありがとうございます。ここからまたいろいろな、はい、温度上げがあります。はいはい、いや今ですねスーツ姿でパリッとしたお姿で、胸元にはブドウのこれガラス細工ですかね、はいはい、ブローチがついていてエーデルワインというイメージなんですけれども、安土祭りの時はじゃあガラッと大変身されるわけですね、はい、で扇子を持って温度上げされてっていう、はい、まあ、温度上げされる方もすごくねちょっと注目されますけれども、ということでじゃあ実際にどんな温度上げがあるのかと気になった方はじゃあぜひ安土祭りに行って見ていただいて、はいはい、お盆の時期ですよ ね、 そうですね、はい、すっごく素敵なお祭りなので興味持たれた方は行ってみていただければと思います。さあでは次の質問です。おすすめの花巻のお店はどこでしょうか？はい、大葉様にあります周華楼さんです。周華楼さんってすごく人気の、まあ、中華のお店。そうですね、はい、はい、おすすめのメニューは何ですか？はい、五目焼きそばが有名ですけれども、その他に、はい、ピリ辛なネギラーメンがおすすめです。なんかね最初に行った時私も五目焼きそば頼んだんですよ、はい、あと餃子も美味しいですよね。そうです、美味しいです。で人気って聞いて両方頼んでもなんか満腹になってでも全部がもうすごい美味しいので張り切って食べたんですが、ピリ辛のネギラーメンもおすすめ、はい、地元ならではのということで。ただね私思うんですけど、周華楼さんって行くときちょっと道狭くないですか？そうですね、お車は、近くの駐車場に止めて、はい、路地は、はい、歩いて行かれた方が
よろしいかと思います。それが一番スムーズですね。そうですね、はい、私ちょっと最初に行った時知らなくてですね、ここをどうやって車で進むんだろうってすごくねドキドキしながら行った覚えがあるんですが、近くの駐車場に停めて歩いていくのがおすすめということですね、はいはいはい、そして五目焼きそば、そしてピリ辛なネギラーメンなど試してみていただければと思います。結構しょっちゅう行ってますか？まあ、しょっちゅう、行っておりますし出前もやっておりますのであー、なるほどね、はい、いいですね、はい、興味持たれた方すごく美味しいお店ですので行ってみてください。では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか？はい、映画にもなりました海町ダイアリーの、はい、ロケ地にもなったんですけれども、大浜の向山展望台です。海町ダイアリーのロケ地になったんですね、はい、綾瀬はるかとか確か出てたと思うんですけど、4人姉妹のお話ですよ ね、はい、でこの大浜の向山展望台から町を撮ったんですか？そうですね、はい、じゃあ何かあの知っている場所が映っていたりとか、まあ、見ればすぐきっと地元だから分かりますもんね、そうですね、藤根商店ですとかまあ、林家さんが見えたかどうかはちょっと分からないですけど、はい、あ、藤根商店さんは前回ね出演してくださって、はい、同級生なんですよね、はい、あ、じゃあ藤根さんにとってもちょっと記念の映画なんじゃないかなって思いますが、海町ダイアリーのロケ地にもなった大浜の向山展望台、これは場所でいうと大浜省のそば、なんか登っていた権現さんっていう言い方も、そうですね、はい、はい、行けばすぐ分かりますか？小学校の方からちょっと高台、小学校から、階段でも行くことできますけれども、はい、お車で行くとなるとちょっと分かりづらい場所なんですけれども、はい、大浜球場のところから入ったところですね、はいはい、この辺りもちょっとねあのパワースポットのような感じで景色も良くて、はい、はい、そうですね、おすすめの場所ということでご紹介いただきました、はい、では次の質問です。お仕事について伺いたいと思いますが、ホテルに普段いらして、でもレストランとも行き来されてらっしゃる？はい、そうですね、はい、このエーテルヒルズね、いろんな施設がありますが、レストランの方でちょっとおすすめのプランがあるということですよね、はい、はい、ご紹介お願いします、はい、レストランベルンドルフでは、平日限定日替わりランチや、ちょっとだけ贅沢プランとして心を込めた上品な料理とエーデルワイン、そしてリムジン送迎がついたプランを、公表いただいております。はい、このリムジンの送迎ってなかなか一生に何度も体験できるようなことじゃないと思うんですけれど、ね、これどういう方が利用されるんですか？まあ、還暦祝いで、ご家族で利用されたこともありますし、はい、あとは、そうですね、年配のお客様で、うん、利用が結構あります。何か の記念日とかお祝いでとかおめでとうとか、う、ね、なるほど。でこれが、ですね、昼夜1日2組限定、料金お一人様1万円からということで、はい、これが飲食と送迎すべて含んだ料金 で、はい、そうです、人数によってちょっと価格が変わってくる、ね、ということですね、はい、送迎は花巻市内だけじゃなくて遠方でもオーダーはできる、はい、はい、で距離によってちょっと料金が少し変わってくるということで、はい、でもこれは何か記念日で喜ばせたいなっていうような、何かプラン考え中の方にはすごくいい提案ですよ ね、 そうですね、はい、リムジンに、ね、乗ることもできますしね、はい、ということでこういうリムジンの送迎とお食事、エーデルワインもついたプランあるということなんですけれども、はい、でこの周辺、そのエーデルヒルズって、はい、体験工房の森の国とかいろいろありますから、はい、いろいろ楽しめますよね、歩いたりとか。そうですね、はい、レストラン周辺には、はい、エーデルワインとホテルベルンドルフ、また体験工房森の国がありまして、散策やお買い物をゆっくりお楽しみいただけます、はい、もうワインでね、いろんな賞を取ってらっしゃいますから、結構遠方からもお客さん来るんじゃないですか？そうですね、はい、ね、じゃあこうやって周りをゆっくり楽しんでいただくこともできる、はい、ということですね、はい、ちなみにレストランで人気のおすすめメニューって何ですか？ラム肉の香草パン粉焼きがおすすめです。美味しそう、はい、人気のメニュー、はい、はい、ラ
ム肉の香草パン粉焼きということで、行ってみた方ぜひ試してみていただきたいと思います。あとですね、あの7月1日土曜日にエーデルワイン、そしてエーデルワインサポートプレゼンツで第1回目となる大葉様落語会開催するということなんですが、はい、これ昼と夜の部と2つあるんですよね、はいはい、昼の部の方は落語と屋台村、はい、これが大葉様ふるさとセンターで、屋台村のお食事、これ有料でいろいろ買ったりできる、そうですね、はい、はい、プラス落語ということで、はい、はい、楽しむことができると。で B コースの方が夜コースで、はい、落語と和食とエーデルワイン、はい、はい、じゃあこれワインに合う和食を、そうですね、提供してくださるということ で、はい、でちょっと私びっくりしちゃったのがですね、あのこの B コースの夜のコース頼まれた方は A コースの落語も無料で聞ける、はい、はい、はい、で開演前入浴もすることができる、はい、できます。そして宿泊希望の方がなんとプラス3240円で宿泊できちゃう、はい、いいんですかこんなに安くプラス、はい、大丈夫です、ね、はい、ちょっとすごくお得だなと思いましたけれども、こちらの方7月1日となりますので、お申し込みお問い合わせ、お電話ご紹介していいですか、はい、電話 0198-482155 0198-482155、株式会社エーデルワインサポートレストランベルンドルフまでお問い合わせいただきたいと思います。ワインと落語とか面白い組み合わせですよ ね、 そうですね、はい、はい、ここから面白い化学変化が何か生まれるかもしれませんね、はい、はい、お仕事していてなんかやりがい感じるときってどんなときですか。まあ、料理美味しかったよと言ってくれたときが一番嬉しいですね、うん、はい、はい、ね、いろんな方と、ね、お会いになることあると思いますけれどもね、はい、はい、では次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください、はい、失敗を恐れて何もしない人は成功することもない、はい、なぜこの言葉を選んだんでしょうか。これはですね、藤根商店さんのカレンダーにも書いてありまして、大変気に入っております。はい、実はですね今日その藤根商店さんのカレンダーをお持ちくださいまして、月ごとにすごくいい言葉がね、はい、書いてあるんですよね、はい、でもこれなんかついつい読みふけちゃいますね。そうですね、なんかしかも結構胸に響く、はい、ちょっと背中を押してくれるような言葉がいろいろとね、はい、書かれていて、失敗を恐れて何もしない人は成功することもないという言葉、藤根商店さんのカレンダーからねご紹介いただきました。さあ、お話を伺っている間にね、あっという間に時間が経ってしまったんですが、このあたりでお友達のご紹介お願いします。はい、高橋ぶどう園さんの高橋よしかずさんです。はい、高橋さんどんな方ですか。すごく温厚な方で大変優しい人です。はい、はい、高橋ぶどう園の高橋よしかずさん、6月22日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がねまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻、株式会社エーデルワインサポート、ホテルベルンドルフ副支配人、とっても笑顔の優しい佐藤雄三さんでした。最後に一言お願いします。はい、大葉様の魅力を味わいにぜひいらしてください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。笑っていいともいい花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。